売上面は3名契約いただいたのと、あと2名がセールス代行の依頼というところで合計190万円突破したという形ですね。一回体験してもらって、それで価値感じないと人は商品買わないっていう今時代になってきてるから、持ってるものは全て僕も出していいと思って、今回はですね、インスタゼロスタートで2ヶ月で月商190万円を達成した SNS マーケティング術っていうところについてですね、インスタグラムたった一つで少ないフォロワーでも高単価商品が月に3本4本売れる仕組みをどういう風にして2ヶ月で作っていったのか、そこに関して今日は実績者の米田さんをお招きしてですね、いろいろ聞いていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、米田さん、ご年齢は今おいくつでしょうか？今32歳です。もっと若く見えますけどね、20代だと勝手に僕思ってたんで。ありがとうございます。業種はどういう活動されていらっしゃいますか？今主にセールスコンサルタントとして活動してます。コンサルするだけじゃなくてセールス代行とかもされてたり？そうですね、セールス代行も依頼を受けたら受けたまってますね。SNS とかマーケティング系のスクールとかコンサルってぶっちゃけ多いじゃないですか。その中で弊社を選んでいただけた決め手っていうのは何だったんでしょうか？一つの決め手だったのは、北野さんのインスタライブ拝見させていただいて、はい、でインスタライブでかなり有益なことを言ってくださってたので、うん、もっと学びたいなと思って、北野さんの人柄とかそういうので決め手となりました。ありがとうございます。高額自己投資されて入学しようと思った一歩踏み出したところっていうのはどういう部分だったんでしょう？僕自身、北野さんに学ぶ前は自己流でインスタをやってたんですけど、そうなんですね、全く反応もなかったですし、そもそもどうやってやっていたらいいのかっていう細かいところも分からなかったので、自己投資は大事だっていうのは自分でも身に染みて分かっていて、うん、これだけサポートも整ってるんだったらすごい受ける価値あるなと感じたので。入学前は自己流でインスタされた時ってフォロワー数とか集客面っていうのはどんな感じだったんですか？フォロワー数はもう全く10人20人とか、どうやって伸ばすとかそういうところも全然でしたね。インスタから LINE 公式アカウントへの誘導とか見込み客リストっていうのも全然増えずに？そうですね。あ、なるほど。弊社の学科入学いただいて2ヶ月間で売上面とか集客数、そしてフォロワー数っていうところで言うとどれぐらい伸びましたでしょうか？フォロワー数は360人ぐらい、リストはそれの 10% ぐらいですね。3、40人ぐらいが LINE にリストとして入ってきて基準値はクリアしてますね。受注額、売上面で言うとどうでしょうか？売上面は3名契約いただいたのと、あと2名がセールス代行の依頼というところで合計190万円突破したという形ですね。ここまで聞いてね、動画見てる皆さんも360フォロワーで、ね、月商190万とか高額単価の契約取れるのってね、びっくりされてからいると思うんですけども、その理由をですね、この後集客成功の秘訣ってところで実際に米田さんのインスタグラムを共有しながらねお見せしていきたいなと思いますと、現在367名フォロワーがねいらっしゃるということで、お金と心を動かすズームセールス専門家というコンセプトで発信をされており、思い通りに人を動かす禁断のセール手術っていうね形で、プレゼントタイトルは30万以上の高額商品がその場で売れる制約率 95.2% 叩き出したセールスの極意っていう形でリストを取っていたというところなんですが、米田さんが集客する上で意識してきたポイントを教えていただけますでしょうか？一番意識してたのはプロフィールと投稿のタイトルですね。まずプロフィールっていうとどういったところを意識されておりますでしょうか？プロフィールでいうと権威性というところを強く意識していたのと、副業を始めて3ヶ月で経ったらできたっていうところで問い合わせいただいたりもありましたね。投稿とかもね、しっかりと統一感を出されてされていらっしゃいますけども、投稿作る上で気をつけてるポイントとかありますか？一番気をつけてるのはタイトルですね。自己流でやってた時はとにかく自分がつけたいタイトルをつけていたというか。あ、多いですよね。北野さんのところで学ばせていただいて、タイトルってめちゃくちゃ重要なんだなっていうところを一番に意識してますね。クライアントを超やる気にさせる魔法の言葉7選だったりとか、検討しますをイエスに変えるやばいトーク術だったりとかですね、この投稿を見ることで3000円ぐらい払ってでも、あ、それ知りたいなって思うぐらいの情報を無料でインスタで発信しましょうっていう風に僕いつも伝えていて、あとはその投稿実際見ていくとスライド形式でね、こういうめくらせるような形で発信をされていると思うんですけど、後で見返したいなって思えるぐらいの有益な情報っていうのを詰め込まれているので、保存数とかも結構多いと思うんですよね。こういう形でね、スライド形式で発信していくっていうところは、まあ今インスタ運用のねスタンダードになってきてるかなというところですけども、その他なんかストーリーとか、あとはインスタライブとかで意識されているポイントとかございますでしょうか？ストーリーで言うと、僕の人間性を出していくっていうのだったりとか、はい、プライベートとかも発信はしていってます。リールが少しバズったりとかしてて、すごいですね、 37.1 万回再生。あとは、会社を辞めたのがバレて言われたこと3万再生とか、マジでやったら嫌われる会話の NG 行動とか。このリール作るときにどういうことを考えて米田さんは作られましたか？リール自体もタイトルっていうのはもちろん意識してるんですが、その背景に映ってる画像ですね、これって今から何が起こるんだろうみたいな気にさせて作ってるのを意識してます。確かに絶対開くの秘密のノートって開くまで最後まで見ちゃうみたいなね、結構箱開ける系が多いですね。箱開ける系多いです本業を何かお仕事されてて、副業でコーチコンサルをやってるっていう方もいたりしますので、脱サラしてこれを本業にしたいって思ってる方とかも
多いので、そういう方向けっていうのも意識してます。今ってそのインスタから LINE 公式アカウントを挟ん でそこからどういうふうに販売されていらっしゃる感じですか？動画を配信してるんですけど、そちらで教育をして月何名限定という形で個別相談、個別相談としては5名様限定とか10名限定で募集をされて、で統一お電話をして、でお電話する時って結構私セールス苦手なんですとか、営業ってなんかゴリゴリ押し売りしないといけないんじゃないのとか、あんまり私売り込めなくて悩んでるんですよねとかっていう人結構いると思うんですよ、動画見てる人とかでも。売り込まずに売れる秘訣というところで意識してるポイントとかもあれば教えていただけたらと思うんですが。相手の話をしっかり聞くっていうのとかだったり、ヒアリングですね、ヒアリングのポイントについても北野さんのところで学ばせていただいた電話セールスのローンチですね、はい、そちらもすごくあのテンプレートとかがあるので、それを参考にさせていただいて、さらに電話での制約だったり次のアポとにつなげるっていうことをできるようになってます。お客さんが得たい未来と今何につまずいているのかっていう2点ってヒアリングしないと炙り出せないところだったりするんですよね。お客さんは A っていう方向に行きたい、でも B っていう課題を今感じている、でこの B っていう課題を解決するためのその選択肢 C というウルトラ C を私は持っていますよ、これもし興味ありますかっていう形でね提案をしていくっていうのが強いので、課題のね認識をやっぱお客さんにしてもらうっていうところでもしっかりとやっぱ話を聞くと非常に重要なのかなというのは思いますと。お客さんの方から欲しいと言われて商品が売れていくためには事前の LINE の配信で教育をしていくっていうのがめちゃめちゃ重要でして、米田さんもねここら辺しっかりと徹底されていらっしゃると思うんですが、 LINE の配信で米田さんが意識しているポイントもしあれば2つ3つちょっと教えていただきたいなと思うんですが。 LINE の配信はあまりやりすぎずでも少なすぎずっていうところで週に3回ぐらいの配信を意識をしてて、はい、内容的に言うと自己投資の重要性だったり、あとは僕自身が昔はこうだったけど今はこうなりましたみたいなヒーローズジャーニーっていうところを見せていったりとかですね、僕自身の価値観の共有だったりとか惜しみなく出したりとかはしてますね。ヒーロージャーニーって聞いて何と思った人もいると思うんですけども、はい、僕とか米田さんの場合とかであれば今でこそこれぐらい活躍してるけど僕らでさえ最初はこうではなかったと。僕の場合だったら昔借金400万あったし時給920円でサイゼリアでバイトしてた時代もあったよと。でそんな状況から今になるまでにどうしてきたのか、起業したきっかけとか自分が成功する前のエピソードとかっていう話ってすごいやっぱり刺さるんですよね。苦労話とか当時の自分の価値観だったりとか、そういったところで人間味を出していく。 LINE の配信ではねあなただから変えたいと言ってもらうために人間臭い部分をね積極的に出していこうよってところで発信をねしっかりとされていらっしゃるというところですね。僕のところにも毎日のようにインスタン DM で来る質問の中で LINE の配信ってお役立ち情報も配信しましょうっていうのは皆さん知ってると思うんですけども、どこまでノウハウを出したらいいのかわからないと、逆にノウハウを出しすぎたら商品売れなくなるんじゃないのって心配する人も結構いると思うんですけど、このあたりってどうですか？そこは全然僕はもう惜しみなく出していってますね。ライバルよりもさらに魅力的な情報を無料で出して一回体験してもらってそれで価値感じないと人は商品買わないっていう今時代になってきてるから、持ってるものは全て僕も出していいと思っていて、僕らみたいなコンサルとかスクールって1対1とかマンツーマンとかで添削してくれたりとかスクールでそうやって改善をしていけるっていう環境に結局価値があるので、ミュージシャンとかの CD って絶対1回は皆さん聞いたことあるんだけどそれでもまたお金払ってコンサートとか行くわけじゃないですか。そういう体験だったりとかそういった環境が最終的なバリューになっているのであればノウハウ全部出しても商品は売れますと。これから SNS をですね始めていきたいというですね一歩踏み出していきたい方に向けて米田さんから最後に一言メッセージがあればねちょっといただけたらと思うんですが。僕自身も最初は自己流でやったりとか自分でやってみようかなって考えてやってみたりはしたんですけど、どうしてもなかなか反応が出るまでって時間かかりますし、成功してる人に学ぶのが一番早いかなと僕自身はすごく思うので、これから始めようと思ってる方は北野さんのところでのテンプレートとかもあったりして学びやすい環境というのが整ってるなと僕は感じたので、そういう風にやっていってもらったらいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。また最後ですね、概要欄の方で米田さんの LINE 公式アカウントの URL もね貼っておきます。こちら登録いただくとですね米田さんの LINE の配信もとても上手ですので配信の参考にもなると思いますし、また今ですね LINE 登録いただくとプレゼントがもらえるということで、これはどういったプレゼントがもらえるんでしょうか？個別相談だったりこれからセミナーとかをしていく上でなかなか商品が売れないだとか契約率をもっと上げたいとか、断られるのが怖いって悩み持ってる方いると思うんですけど、はい、そういう方に対してですね個別相談会だったりセミナーとかでこういう風に話すといいよとかセールスのコツってところをお伝えしてます。あ、素晴らしいですね。ぜひねセールスとか悩まれてる方とかね興味ある方はぜひ LINE 公式チェックしてみていただけたらなという風に思います。米田さん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい
はい、今回の動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。私の LINE では弊社がインスタ1000アカウント以上プロデュースして判明した今最も結果の出る再現性の高いインスタグラム集客のノウハウ動画、そして LINE 公式アカウントの配信で制約率の2倍3倍高めるためのテクニック系の動画をプレゼントしております。またこの YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS 集客のノウハウを日々配信しておりますので、ぜひね、今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてもっとですね、 SNS を使って集客そして売上アップにつなげていきたいという方はですね、弊社自宅で受けられるワンデー無料ズーム勉強会というのをね、日々行っております。まあ、こちらも興味ある方はね、下の概要欄から LINE 登録いただいて、ズームセミナーとカタカナの何文字でね、メッセージを送っていただきますと日程が届きますので、こちらからお申し込みしていただけます。まあ、今だけね、参加特典としてこちらに出ているね、豪華6大特典もね、無料でもらえますので、ぜひね、セミナーの方もご参加いただきたい嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。